超低床電車。超低床電車とは、客室床面の高さが極めて低い電車のことである。主に路面電車に使用される。乗客は、高さが低いタイプの停留場のプラットフォーム、場合によっては、地上からほぼ段差なく乗降し、客室内部に出入りできるので乗降性が優れている。超低床電車の床面高さは、おおむね300から350ミリメートル程度に、 設定されている。ちなみに、ウィーンのウルフ型は 180mm と世界で最も低床である。従来の路面電車車両は、車輪と動力装置を床下に設ける構造であったが、超低床電車では、小型車輪採用による車軸の低下か、車軸を廃止した左右独立車輪式台車、フローティング車体の使用、電子機器の屋根上への配置などの技術を用いて、 客室床面を下げている。完全低床とは、客室中央通路が全長にわたって100%低床化されている設計を指す。部分低床とは100%未満の設計を指す。超低床電車は、客室床面をプラットフォーム、場合によっては、地上とほぼ同じ高さに近づけることにより、プラットフォーム、乗降口、客室中央通路床面の間の乗降客の動きを、 バリアフリー化するとを目的に開発された。路面電車の停留場は、プラットフォームの高さが低く、また、プラットフォームが設置されていない、停留所もあるため、従来車両では乗降の際に、車両側のステップ、段差、階段を用いる必要がある。しかし、この方法では、乗降に時間がかかる上、老人や障害者の乗降にも支障がある。車両によっては、 扉幅が狭く、解除者がついても車椅子の乗降が物理的に不可能な場合があった。なお、東京都交通局と電荒川線や東京急行電鉄世田谷線では、専用軌道の比率が高いことから、超低床電車を用いず、プラットホームの高さをかさ上げすることで、バリアフリー化を実現している。低床路面電車車両は、 欧米の都市で1910年代頃から現れている。多くは出入り口付近のみを低床化したものだが、台車以外の部分をすべて低床化したものもある。100%低床車両は、ドイツのコッペル車が1934年に床面、高さ 380mm の4輪で遠藤客車をエッセンに納入している。これは、 第二次世界大戦中の1943年まで使用されたが、その後、この試みは途絶えていた。再び動きが出てくるのは1980年代後半の欧州各国である。パワーエレクトロニクスの発展により、機器の小型化が実現。これと車軸の廃止や動力伝達方式の工夫が組み合わさり、様々な形態の車両が生み出されていく。その始まりは、 スイス、ベベイシの社が1984年に製造したに、車体連接車で、ジュネーブに納入された。これは、台車は、通常の構造で、それ以外の部分の床を下げた、部分低唱車である。さらにその後、70%程度の低唱車を、実現するために、各メーカーは、車両両端の動力台車以外には、車軸を廃止した構造の非動力台車を採用し、 低唱部分を拡大している。フランスのグルノーブル、アルストム社2系を1987年に導入、イタリアのトリノ、1988年から1989年、フィアットもしくはフィレマセー5000型、スイスのベルン、1989年、車製 BE4-8 などがこのタイプである。一方、100%低照者としては、 イタリアの車が1989年に4、軸ボギー車を試作している。これは、動力台車の外側に、各車輪専用の手電動機を取り付けた方式が特徴で、この方式は後に、アブ社と共同開発した、ユーロトラムとして普及する。フランスのストラスブールの車両、1994年導入、が、この一例である。ドイツでは、 ドイツ公共輸送事業者協会により1982年に研究組織が作られ、1991年には独立操打式車輪と外側にモーターを持つ、プトタイプ車両が生まれている。しかし、同国で大規模に普及したのは、アイグ社、実質に買収された9万社の鉄道車両部門が1990年に試作した通称ブレーメン型である。 車体層かかる段方式で左右それぞれの独立した二つの車輪を一つのモーターで駆動する点が特徴である。一方、従来ドイツ最大の路面電車メーカーであったデュワグ、デュワグ車は当初、前述の VV タイプが開発の中心であり、70%低小型 NGT6CE 型車両、カッセルへ1990人導入、40% 低照型 GT8DMNZ 型車両、フライブルクへ、アブ車と共に1993年導入、ハブモーターを使用した100%低床型車両、フランクフルトアムマインのトゥープ R、1993年導入を始めていた。しかし問題も多く、超低照型の主流からは、次第に後人を排する形となり、巻き返しを図って、新設計のコンビーノを開発し、 1996年にデュッセルドルフ市に導入された。これは片側の2つの車輪を1つのモーターで駆動する直角カルダン方式を採用している。この他にオーストリアのウィーンでは連接部に取り付けた各車輪を垂直方向から駆動する方式ウルフ型1992年試作1994年以降量産 SGP 製を取り入れている。 また、ボンバルディア社 GEC アルストムは、ハブモーターを使用した100%低照の型をベルギーのブリュッセル1993年に導入した。LHB ソールツギター及びアドトロンズ、後にアルストム及びボンバルディアは70%低照の NGT8D 型を1994年にマクデブルクへ導入している。フランスではアルストム社が TFT-2 の技術、およびアドトロンズやフィアットの部門の買収に基づき、新設計の下ディス、70%低唱者及び100%低唱者を開発し、2000年にモンペリエ市、リヨン市に導入された。その後、フランス国内の新規導入をほぼ独占している。1980年代末から1990年代、初め頃まで、 主に部分低唱車を導入していたイタリア諸都市もその後は100%低唱車の導入を進めフィアット製の100%低唱車がトリノ、ローマなどの都市の事業者に納入されているしかし100%低唱型車両に用いられるような左右の車輪が独立した台車設計は複雑な機構を有し保守などの面で問題を抱えやすい特に左右の動力車輪に モーターが付く形態は、両輪の制御が難しいという問題があった。また曲線通過時に、車輪等の摩耗進行及び、走行騒音増加が発生する場合も見られた。ボンバルディア社では、このような課題に対処するために、車軸を持つ台車を採用した設計。ただし、車輪系を小さくして100%低照を実現の、シティランナー、フレキシティアウトルックを、 オストリアのグラアーツに2000年に納入している。またブルッセルにも2005年に、これを型として納入している。ドイツのフランクフルトアムマインの場合も、トゥープ R の後継のトゥープ S、車種はボンバルディアフレキシティクラシック2003年導入の、採用は70%低照者の導入に逆戻り、したことになる。また、 従来型の連接電車に100%低床の中間車体を挿入した事例、例えば南都市のマイナス1型や100%低床の不随車を牽引するケースもある。超低床電車が発展した1990年代以降、欧米の電気メーカー、車両メーカーは国境を越えた大規模な合併が進んだ。そのため、製造メーカー名に留意する必要がある。 一般鉄道でもホームの高さが低い欧州大陸では機動車を含め鉄道線車両でも部分低照車,車両が作られているスペインのタルゴ車のタルゴには100%低床車,車種がある駅のホームが低い位置にあるヨーロッパでは郊外の鉄道でも積極的に低床車,車両を導入している コスト削減と直通運転の容易さから製造会社がいくつかの企画を決めて購入者がそれを組み合わせるセミオーダーメイドタイプの車両が多い。なお、日本ではホームのかさ上げによって段差を埋めるケースが多かったが近年は JR 北海道735系電車や JR 東日本 E721 系電車のように床下機器の小型化。 小型車輪の採用、床構造の見直しなどで低床化を図った車両も出始めている。とはいえ、欧州の低床車両の床面高さは最も低いものでは500ミリメートル程度であり、735系や E721 系の半分程度しかない。日本では国土交通省の LRT への導入支援事業に合わせて超低床電車の導入が進んでいる。 1997年、平成9年の熊本市交通局における9700系投入を皮切りに、路面電車のバリアフリー化への対応を目指して、複数の事業者が導入を推進している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。